これなんか潰せるんだけど。ほら。待って、全部。ああ何今の。びっくりした。え、何今の。ちょっと待って。びっくりした、めっちゃ。え、ちょっとこれ消してってみますか。あ、なんか黒い影が出てんね。うわ、なにこれ気持ち悪い。ん？あ、一体何が起こっているんだ。記憶の整理をしなければ。あ、なにこれ。え、なにこれ。これ人の顔の断面図みたいになってるけど。え、これ、俺？ちょっとクリックしてみるか。ん？これどうなってんの？ん？あ、なんかここ切れてるから多分これパズル的なやつなのかな。合うようにちょっとやっていく的な。これは？ああ、これ押すと一個のこの自分のいるキューブがでかくなるってことか。あ、これ出口ってことかな。これなんだ？ん？ああ、なるほど。あ、あ、わかったわかったわかった。これ、このでっかいキューブになった時に、この、ちっさいキューブ全体的に見たいなと思ったら、ここに行って、この丸を押すと、こっちに戻るんだ。あ、なるほどなるほど。で、中、自分のいるキューブにクローズアップしたい時は、ここの丸を押せば、クローズアップするんだ。なるほどね。あ、そっか、なんか調べれるものの対象物の前とか行ってこれすると、ん？何何？消えたね。出られない。あ、やっぱりそうだね。ここ塞がってるから隣に行けなかったってことか。待って、じゃあこれのつながるやつってどれだ？左の下が空いてるやつだからこれしかないよね。あ、これずらせるんだ。ってことはここにこうやると、あ、あ、他のやつがずれるんだね。わかった。あ、なるほど。ちょっと待ってよ。なんかできそうな感じする。これやると、あ、やっぱいけるようになってるね。あー、はいはいはい。隣に行った。あ、あ、ローラーがいる。ちょ待って。重なっちゃった。あれ？時計は？あ、何も出ないね。ん？あ、待って。こっちに行ったから、どれだ？これか、これか。どっちかだね。これ行ってみるか。これをここに重ねる。で、ズーム。はい。いけるようになったね。はい。で、行ってみましょう。はい。あ！ん？電話がある。あれ？なんもないね。ソファーは？なんもないね。つまりこのキューブじゃなかったってことか。待って、じゃあ一回一覧に戻って、これまだ試してないからこれをちょっとやってみよう。やってこれで左のブロックに行く。はい。あ、これ上に上がれるなって。これ多分エレベーターだね、これね。はい。あ、いけるね。はい、行きました。この人たちは何だろう。あ、なんか丸出た。なんかできんのかな。押してみましょう。あ、あ、誰？なんかウサギマンみたいな人出てきた。ちょっとこの人のとこ行ってみるか。え？なんもなんないね。ん？あとは？あ、あとはなんもなんない、なんないんだね。ん？あ、こっち行けないか。
あれちょっと待って、これなんかどん詰まりっぽいな。ちょっと待って、一回かちょっとでかいの戻るか。あ、わかった。こうさっきこっち行けなかったから、ここにつながるキューブをどれかやればいいんだ。ちょっと待ってよ。そしたらこれこっちにやって、これこっちにやって、ここだから右上が空いてるキューブ、右上が空いてるキューブ、これかこれか、これ行ってみるか。はい、じゃあ中にも行ってみましょう。はい、うん、でまずこれ乗るでしょ。エレベーター乗って、あれさっきのウサギマンいなくなったな。あ、もういいんだね。これで隣に行く。あ、エレベーターあって、また戻れるやつがあるね。これで戻んのかな。ちょっと戻ってみるか。戻るでしょ。で今ここにいるから、これと同じ似たようなブロックを見つけようとすると、これしかないのか。そうだよね、左上が空いてるやつだからこれしかないよね。そうだね、これじゃあ行ってみるか。はい、で戻る。はい、上に行って右のブロックに行くでしょ。でこれに乗って上に、ん、ああそっか、これ上に行けるように、この上に繋がるやつをあれしなきゃいけんのか。ちょっと待って、めんどくさいな。これ結構手間かかるね。あー、なるほど。ここ行ってとりあえず戻る。で今ここの上がなかったから、ここの上に繋がるやつだから、下、右下が空いてるやつか。ってことはこれしかないね。あー、これかな。あ、ちょっと待ってよ。なんかさ、ここのパイプとここのパイプちょっと繋がりそうじゃない？さっき隣同士になってたけど。なんかほら、ほら。で、これここと合いそうじゃない？ちょっととりあえずこれでやってみるか。なんだ、パイプがあるってことはなんか水かなんか流せるようになってんのかな。でも水どこにもないよね。これでまず上がって、上がれるようになったね。上がって、はい、あ、レバーあるね。ちょっとレバーのとこまで行ってみますか。はいはい、あ、出たね。はい、あ、回った。うん、うん、何これ。え、なんか回るけど止まっちゃうね。なんだこれ。あ、なんかこっから出てきてこっから入るみたいな感じになってますけど、待って、ちょっと外に出るか一回。あー、どうすればいいのこれ。あの、これもここに下がってくるやつあるんですけど、これちょっとはめてみる、ここに。とりあえずちょっと今このパイプは無視して、ちょっとこっち行ってみたいね。いけるかな。あ、いけるね、いけるいける。はい、ん、なんだこれ、ん、うん、これ何、この洗濯機みたいなやつ。あ、ここからなんかで水出てくる的なことなのかなこれ。もうこれ、これ以上いけないんだね。ああ。今なんか下に水みたいなの溜まってた？あ、ちょっと待って。ちょっと一回この、この歯車のやつちょっと一回忘れて、これだけまだ行ったこと、これとこれ行ったことないんだよね。これ行ってみるか。ここパイプついてるから、多分ここになんか繋がるんじゃねえのかな。ちょっとちょっと待ってね。うん、あ、あ、ちょっと待ってよ。間違えた。あ、ちょっと待って。なんかわかんなくなってきた。待って、まずここから出たいから、これ、待ってよ。これや、あ、違う違う違う、これじゃないよ。
これやって、あ、待って、これいけるか、こっち。あ、いけるか。じゃあ、これでやるか。これで下に行く。いや、これが記憶の整理っていう表現の仕方してるのがおしゃれだよね。なんだこれ。俺よりでかいわ、なんか、ワイングラスかな、これ。これ水入ってんのかな。レバーあるね。ちょっと開けてやってみる。あ、なにこれ。あ、蓋開くけど、なんか一瞬で閉まっちゃうね。あ、もし、待って。なんかここさ、こう、ちょっとこう、シミみたいになってるってことは、これなんか水な、これどうにかするんじゃない？ほら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 。行ってみましょう。あー、やっぱり。いや、そんなに水入ってたか？これに。入ってなかったじゃん。で、これで、ここ開けると多分水行くんだろうけど、今多分この状態だと、下に、ほら、繋がってないから、これを今度こっち側にやって、あ、来た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 ！これでここ繋がったでしょ？とりあえずこれで一回まず、レバーを動かす。あー、ほら、水、行ったね。ちょっと待って。これちょっと一回外で見てみますか。ああ、ほら、水で満たされた、ここ。OK, OK. そしたら、次は、どうすればいいんだろう、これ。ここから出たいから、まだ、これをこうすると、こっちからここに行けて、ここにレバーあって操作できたから、ここ、行けばいいのか。ということは、これで戻ればいいのか。はい。じゃあ右のブロックへ行きましょう。あー、で、こっから上がれる。上がって。あー、ほら、水で満たされてる。あ、これもしかして、こっち側にこう回って、こう、組み上げたやつ、こっから入れる的なことなのかしら。ちょっとやってみましょう。レバー。はい。スイッチオン！あー、ほら！ここに入ってる、うまく。ジャブジャブしてるよ、これ。おー。水がここを通っていった。はい、ちょっと戻ってみましょうか。あー、ほら、水満たされてる、ここ。今度これをここにやって、ちょっとこの先も考えよう。ここが空いてるブロックってどれだ？これか。あ、これか。こういうことか。そうだね。ちょっと行ってみましょう。下がるでしょ。あー、ほら、上に来てる洗濯機みたいなやつ。え、洗濯機なのかな、これ。なんかわかんないけど、多分これ乗れるんじゃない。ほら、で、丸を押すと、あー、下行ったね。え、これどうすればいいの、これ。え、なんか丸出てるけど、これ上押したらどうなの。あ、上に上がるんだ。え、あ、ちょっと待って。これ、こっち行けるようになってんだけど。え、行けんの？あ、え今めっちゃ水中じゃなかった。え、いいのこれ。え、誰だろうこれ。誰かいるね。あ、待って。誰かと話ができるわけではないと。これなんか幕あるね。あ、ちょっと行ってみましょう。なんだろうこれ。ん？は？あれ？なんか、戻れるボタンみたいになってるけど。え？もうあと一通り、いろんなことやったよね。ん？あとどうすればいいの？え？あとどうすればいいのこれ。とりあえずもうやること全部やったよね。なんかこの部屋にあったあのソファーと電話のやつも別に何もできなかったし。
どうするんだこれ。え、もしかしてこっから出れるってこと？あ、待って。こうやったらここ出られるんじゃない？ちょっとやってみるか。あー、いける！いけるいける。ゴー。あー！これは、これは鼻じゃないのかな？あー、出れる出れる。おー、頭がズキズキする。お、なんか血が、あ、え、ちょっと待って、なんか前より部屋なんかちょっと白っぽくなったんだけど、え、なにこれ。あー、部屋が白っぽくなった以外は特に何も変わってない。あ、いや、ここ血があるけど、なんだろう。ん？なんだろう、この血。あ、ハンカチじゃない？ハンカチでこう拭くんじゃないの？ちょっと待ってよ。あー、来た！普通ハンカチで拭く？こういう床とか。ちょっと拭いてみよう。お？あ、なんか出てきたよ。何これ、切れ目がなんかあるけど。全部拭き取りたいな、これ。あ、全部拭き取れた。よし。なんだこれ。あ！隠し。え、こんなのさっきあった？なかったよね、こんなんね。これなんだろう。チラシの切れ端ってきた。チラシの切れ端？ん？ラスティーレイク、メンタルコントロール&フィッシングみたいなやつあったよね。どこだったっけ、あれ。電話のとこかな。あ、違う、そこじゃなくて、こっち。あ、ほら、メンタルヘルス&フィッシングだ。これに、なんか、重ねるんじゃないの。あ、ほら、あ、またタイプライターの字、タイプライターの字じゃない。またタイプライターになんか入力すれみたいなの出た。合わせてみればいいのかな？ん？え？え？ちょっと待って。え？あ、わかった。これページを、あー、そうだ、こうなってたわ、確かに。これで、こう合わせればいいのかな？ BURN、バーン！あ、待って、タイプライターに入力すれってきた。ちょっと待って。メモるか。そう、こういうゲームするときはね、メモをね、取った方がいいですよ。BURN かな。バーン、燃やすとか、燃えるとか、そういうこと？戻りますか。タイプライター。タイプライター。うん。こっちかな。え？何も書いてないね。ただ普通に打てばいいのかな。バーン。うん。Learn from your mistakes. Do not fail over and over. 失敗から学ぶ。なんだろう。何度も何度も失敗するな的なこと。あー、失敗を繰り返さない。Burn all that burns って書いてあるけど。燃えるものを燃やす。あ、この中から燃えるものを燃やしなさいってこと？マッチで燃やすってこと？あれ、マッチないね。あ、ってことはこれ？火のついた葉巻。まさか？あ、ろうそくも燃えるよね。あとはマッチも燃える。なんかこれ真ん中に点ついてるけど、
これ点のついてるやつだけ燃やせってことなのかな。あ、でも壺燃えないよね。待って待って、マッチ燃えるでしょ、葉巻ももちろん燃えるよね。あ、これもしかしてなんかこの穴開いたところの文字読めとかそういうことなんじゃないの。魚も燃えるでしょ。あと燃えるとこってどこだ。これ何、これ、これ何かわかんないんだけど、これダイヤモンドかな。ハサミ燃えないでしょ。これ何、これなんだよこれ目玉、目玉って燃えんのかな。貝は燃えないでしょ。これもこれも 金属だから燃えないし、陶器だから燃えないでしょ。で、あ、これまたもしかしてハサミで切れってことなのかな。ハサミで切ってこの上の文字と重ねるみたいなことかな。ハサミあるんですよまだ実は。あー、やっぱり。じゃあ重ねてみたいと思います。よいしょ。ん、LIFEN 違うな、 LI ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これねこのダイヤみたいなのが例えば紙風船とかだったらどうなるのかな。あ、ここ文字ないんだ。ハサミは燃えないか、多分やってもダメでしょE が出てきた。ここは、ここはないよね。これは、あ、ここはもうなんか中間だから全然違うね。じゃあ LINFE、 待って、 LINFEF E、 なんだろう、リンフェってなんだろう最初に燃やした5つのところだけとりあえず書き出したんですけど、多分こことかここは関係ないと思うんで、ハサミ燃えないしね。リンフェってなんだろう。あ、もう一回やり直せるねこれ。だってそうでしょ。ちょっと待って、もう一回やってみる。ダイナマイトは燃えるよね。ろうそくも燃えるでしょ。葉巻燃えるでしょ。魚ってね、燃やすっていうよりは焼くとかそういう感じだよね。じゃあこれ魚は関係ないのかな。基本的に魚は燃えないと考えるのかな。だとしたら、この4つだと、ライフになるんですよね。魚まで燃やしちゃうと、N が追加されちゃうので、意味がなんかわかんなくなっちゃうんですけど、これなんだろう？魚って燃えないものっていう認識でいいのかしら？ライフか、ラインか。なんかどうなんだろう、これ。でもこれでおしまいなんだよね、ここね。謎が謎を呼ぶな。